はい、こんばんは、今日も一日お疲れ様でした。2月25日、木曜日、今日も一日お疲れ様です。さっきレンコンさんは、今日も卓上スペースレッスンが終わったので、こうやってライブ配信今日もしていきたいと思います。今日も15分のタイマーをセットしてお届けしていきますので、ね、お時間のある方は、何気なく聞いていってもらいたいなと思います。画面上のコメント欄の準備をしていきますのでね、まず Facebook に反映されてないので、もう少々お待ちください。間もなくレンコン学校開校いたしますね。最近寒くないですか？急に、暖かい日があったり、昨日はね、レンコンさん多分勘違いじゃなかった、家に帰るまで雪みたいなパラパラしてるのをね、見て、あ、こんなに寒いんだって思うのを、体験したところ、そんくらい気温が下がってたりとかするので、体調管理気をつけてくださいね。ね、しかも乾燥もしてるので、ね、うがいだったりね、水分補給をとって、潤いを保ってほしいなと思っています。ようこそ、今日もありがとうございます。ではね、本日も開講いたしましょう。人の喜び、我が喜び。レンコン学校 FM、まもなく開講するよ。学級委員長のまるちゃんです。今日はどんな授業になるのかな？起立！気をつけ！礼！レンコン学校。始まるよ。はい、始まりました。本日は、私カーラースがお送りいたします。今日もこんばんは。木曜日になりましたので、本日は私公立前のカラスがねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。丸山さん、渡辺さん、ようこそ、レンコン学校に来てくれてどうもありがとうございます。今日は、私カラスがお送りいたしますので、よろしくお願いします。ではね、今日のテーマは特に考えてきてないです。なのでね、最近食べた、今週食べた美味しい、ご飯ランキングトップ3を、シェアしていきたいと思います。今週最近食べた中で美味しいご飯というのは、まず第3位はレンコンのおかゆが美味しかったと思います。塩がゆだってレンコンの角切りしたレンコンと、シンプルに、ね、おかゆを作ってそこにレンコンを入れて、塩味、シンプルなそのおかゆがとってもね温まって美味しかった、のを思い出してもう一回、食べようと思ってます。レンコン美味しいですね。食感があの柔らかいおかゆプラス、シャリシャリしたレンコンの食感がとても合ってていいと思います。第2位は、もう一回食べたいのはこれだな。お鍋白菜いっぱいでね、あのミルフィール鍋が、カラスは好きですね。ようこそ、ようこそ、吉田さんも、中辻さんもこんばんは、ビージャさんもこんばんは、アナンドビージャさん、海外の方ですか。とても素敵な名前ですね。今日は、レンコさんの代わりに、カラスがお届けしています。ようこそ。そう、最近食べた美味しいご飯のトップ3の発表をしています。たかこさんもこんばんは。ようこそ、ようこそ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。カラスが食べた最近美味しい
ご飯トップ3、第3位が、レンコンのおかゆ、第2位が、ミルフィーユ鍋、豚肉とね白菜をミルフィーユ用に、引き締めて、それでね、昆布の出汁と一緒にポン酢と一緒に食べるのが大好きです。こんばんは、たかこさん、ようこそようこそ、安川さんもようこそ、はじめまして、カラスと申します。はじめまして、いつもありがとうございます。確か安川さんは川崎鴨頭スクールにお手紙を書いてくれる、とても大切な方ですね。はじめまして、カラスです。はい、萩尾さんこんばんは、はじめまして、2回目ぐらいですかね。最近笑顔の自撮りのフェイスブック始めましたね、素晴らしいですね、ちゃんと見てますよ、ありがとうございます、ようこそようこそ、そんな中、カラスが大好きなご飯トップ1ナンバーワンは、早いですね、たかこさん、昨日の蛇腹果汁買ってみましたって、昨日レンコンさんが言ってた例の、蛇腹ですね、あれを飲むと花粉症が治る、かつ継続して、花粉の症状が和らぐ蛇腹、蛇を払う蛇腹、おすすめです。高野さん、こんばんは、はじめまして、前回ぶりですね、今週も木曜日になったので本日、カラスがお届けしております。いいですね、いいですね、いいですね、皆さんはじめまして、よろしくお願いします。いいですね、皆さん元気ですか、昨日一昨日から冷えて寒いですよね。カラスは外で寝てるのでとっても、身が凍る思いで、毎日過ごしております。はあ、そんな中で、体が冷え切った時に食べる、ご飯、おすすめのご飯がナンバーワンがこちらですね、土鍋で作るカレー、土鍋カレーが蓮子さん大、ね、カラスが大好きです。蓮子さんが作ってくれるんですけど、土鍋で作るカレー、丸々野菜を丸々入れて一切切らずに土鍋に入れて、コトコト煮ていくんですよね。人参も玉ねぎも、じゃがいもも丸ごと一緒です。内海さんも、はじめまして、ようこそカラスです。たかこさん、花粉症はもう治ったんですが、友達におすすめする前にテイスティングしてみようかなって思って購入しました。昨日言ってた、レンコンさんが言ってたジャバラですね、ぜひぜひテイスティングしてみてください。斉藤さんも、佐藤さんもこんばんは、司さんもこんばんは、中村さんもこんばんは、はじめまして、高橋さんもこんばんは、2回目のカラスなので、2回目ぶりのことも、こんばんは、ようこそありがとうございます。高子さん、ぜひどうもジャバラをテイスティングして、またね、次回レンコンさんの、ライブ配信で味をねシェアしてもらいたいなと思ってもおります。いいですね、久しぶりに飲むとあのジャバラの味を表現するってなかなか、難しい表現になると思います。あの味を、ぜひとも味わって体を整えてもらいたいと思います。おすすめは、そのまま飲むのもいいし、水でね、5倍10倍ぐらいまで薄めて飲むのもいいと思いますので、蛇腹飲んでみてください。上田さんもこんばんは、伊賀さんもこんばんは、伊賀屋さんもこんばんは、玲子さんですね、ようこそようこそ、本日は木曜日になりましたので、カラスがお届けしています。本日の、カラスがお届けするランキング、おすすめなご飯ランキングトップ3でした。ナンバーワンが、土鍋で作るカレー、丸ごとゴロゴロカレーです。人参も1本切らずに入れて、玉ねぎもそのまま、スコア剥いてそのまま入れて、じゃがいもも1個丸々、新じゃがだったら、皮ごとね洗ってから目が見た目を取ってそのまま入れてコトコト煮詰めます。それでね、
豚肉だったり牛肉もね一緒に入れると、いいかもしれないですね、コクを出すんだったら赤ワインだったりね、ちょっと古くなったら赤ワインでコトコト煮詰めて、じゃがいも玉ねぎがねとろとろになるまで、土鍋で煮詰めて最後に市販の、カレーのルーを入れて食べるのが、おすすめです。野菜の甘みが 120% 出て甘いんですよね。じゃがいもホクホクなんですよね。野菜ソムリエ酒井宏和さん、こんばんは、ようこそです。山野さんもこんばんは、ようこそ来てくれてありがとうございます。レンコン学校、本日は私カラスがお届けしております。はあ、ようこそようこそ皆さん、ようこそ。丸ごと言えるカレーワイルドって、ね、ワイルドでしょう、いいですよね。ワイルドに食べていくんですよね。丸々かじっガブッとかじっても美味しいし、玉ねぎがトロトロに甘くいい玉ねぎがまた最高なんですよね。すごくいいんですよ。それを土鍋で作るからまたいいんですよね。土鍋って火がこもってくるんで、長時間火をかけっぱなしにしなくても余熱でね火が通って美味しく、ちょうどいい感じに野菜がね、火が通っておすすめです。いいですね。安田さん、安田隆子さんもようこそありがとうございます。今日は、こんな感じで、カラスがお届けしました。気まぐれでカラス、たまに出てきますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。今度ですね、レンコンさん、コラボライブをするそうです。超セラピスト、お腹の腸のセラピストの南さんとコラボしてライブ配信することが決定しましたので、腸のこと、腸内環境を整えるとどんないいことがあるのかっていうのをね、レンコさんと南さんが、話しながら、どんないいことがあるのかな、ぜひ腸のことを健康になって、腸健康になってもらいたいと思いますのでね、このね素敵な南さんをご紹介しますので、まだ予定が正式な予定が決まってません、3月になると思いますからね、3月になったらコラボの、ライブをしますので遊びに来てみてください。原田さんもこんばんは、森川さんもこんばんは、今日はカラスでがお届けしております。吉野さんもこんばんは、山、中さんもこんばんは、ありがとうございます。いいですね。レンコンさんは明日はレンコン畑に行くそうです。その後28日から、1日2日と鹿児島にレンコンさん、勉強しに行くそうなので、鹿児島の方がいたら、よろしくお願いします。レンコンさん見かけたらね、声かけてくれたら嬉しいです。鹿児島市内を歩いてると思いますのでね、日曜日、月曜日、火曜日とレンコンさんいますので、なので次の、レンコンさんのライブ配信が2日の夜か、3日の夜になりますので、しばらく、Facebook の投稿は、レンコンさんの写真だったりね、鹿児島の風景をお届けしていくと思いますので、ライブ配信は、早くて2月2日、遅くて2月3日にライブ配信をするそうなので、またよろしくお願いします。そうですね、土鍋の丸ごとカレーを作ってみましょう。そこにですね、カラスのおすすめワンポイント、おすすめは生姜をすって入れましょう。寒い時何か体調悪いかなって時は生姜をすって入れて体温を上げてね、元気になってもらいたいと思います。生姜には殺菌作用とかもありますので、それを食べて多め、ちょっと多いかなってぐらいに入れると、生姜の風味ももうカレーで緩和されて、辛さもねそこまで辛くなく、美味しく食べて、ポカポカと食べ終わった頃はカレーのスパイスと生姜で食べ終わった時にはすごく元気になる、ご飯だと思います。食べた、はい、中村さんもこんばんは、ではこんな感じで残り30秒に、なってきましたので、告知をしていきたいと思います。今日の告知
告知はこちらですね、レンコンさんが、R1 グランプリ落読の、大会グランプリという大会に出場しています。中間結果が、次の月曜日3月1日の月曜日に中間結果投票の結果が、ね、出ますので、その結果次第で連合さんにまた、ね投票だったり他の方25名エントリーしてますので、気になるインストラクターがいたらその方に投票無料でできますので投票してください。その結果が、ね、3月9日に、結果発表します。25名から8名に厳選されその方が、リアルで、公開レッスンをしてナンバーワンを挑む大会になってますので、そんな中で蓮子さんも出てるみたいなので、調べてみてみてください。ではこの辺で終わりたいと思います。今日も来てくれた皆さんありがとうございます。ではねこの辺で蓮子さんに一回返していきます。またねバイバイ。はい、この辺で、今日も終わりたいと思います。今日はねカラスがお届けしてくれましたのでね、楽ちんでしたね。では、この言葉では終わりたいと思います。すべては良くなるために起きている。すべては良くなるために起きている。たとえ病気になったとしても、それはすべて良くなるために起きているんだと認めたり許したりとかした瞬間に明るい未来が、ようやく、見えてくる状態になると思いますので、この言葉を持って、毎日過ごしてもらいたいと思います。すべては良くなるために起きている、これを毎日伝えていきたいと思います。ではね、今日も見に来てくれた皆さんありがとうございます。次回、ライブ配信は3月2日か、3月3日の夜この時間にお会いしましょう。また蓮子さんでした。バイバイ。